皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速遊んでいきたいと思います。今回は世界の難しいから第1位のコースで P96、 クリア率は 3.87% のベストタイムが約20秒ということになっておりますが、なんでしょうね、コースのタイトルからコースの中身のイメージがあまり思い浮かばないんだけども、トゲコンボ系のステージ。あ、なるほどね、なるほどねって言ってもまだいまいちよく分かってないんだけど、トゲコンボとトゲを越えていけようと3段ジャンプがあった。3段ジャンプじゃなくてもいける高さだから落ち着いていけば大丈夫そうかな。あとはトゲコンボのタイミングだけしっかりね、あの下手なところで3段ジャンプが出ちゃうと逆にトゲとかに当たっちゃう気がするんで、はいはい、ここは勢いをつけていこう。ここです。キノコ取っていくのかな、取らなくてもいいのかな、まあ、ないと困るから、困るから、困るかもしれないから一応取っていくけども、 OK。 こっちは、はい、来た。あれ、あ、タイムアップ、タイムを見てる余裕はなかったわ。そうかそうか、よく考えたらこのコース30秒制限しかないんだ。30秒で今のところか、まあいけるんじゃないかな。この辺でぐだらなければきっといけるはず。このキノコは必須ですね。一回キノコさえ取れてしまえばあとはゴリ押してもなんとかいけるんで、 OK。 早い早い、ベストタイムはちょっと無理だろうけどクリアはいけるはず。これなら7、6、 OK。 これ一度も止まらずにゴールまで駆け抜けることができたらかなり気持ちいいんじゃないでしょうかね。あー、よかった。ところで P なんとかの意味がよくわからなかったけど、どういうことなんでしょうか。 P96 ありがとうございました。ベストタイムと4秒差か。はい、お待たせいたしました。続いてもいいねランキングから3位のコース、プラントパレス、ナムナムさんっていうのかな、1分21秒 4.76% のコースを遊んでいきましょう。パックンが主体のコースになっているんでしょうね。ということはスピンジャンプを多用せよと、そういうことでしょう。後悔？なるほど、了解したよ。 OK、 分かった。あ、行っちゃったか、びっくりした。あれ、進むべきはこっちか。なんだ、あのパックンに気を取られてたけど別に行く必要はなかったのか。はい、これはあの上のハテナブロックを叩いてあげればいいのかな。難しそうに見えるけど結構アンチがあるっぽい。くるくるくるのアンチはたくさんいるけどそんなの関係ねえと。いや全然話が違いました。次は、はい、ここもまたキノコを叩いていけばいい。さて、ちょっとよく見れば安全地帯があるようになってるからゆっくり行けば大丈夫。またキノコが詰まってるぞ。これは、あのキノコを取らないと中間を取れないと。あのキノコを取るにはどうすればいいか。ここを戻っていって、あ、これで取れるのね。 OK、 わかりました。とりあえず中間取っておこうよ。これはね、今のところさらに左にも進める気がする。あ、でもここ行っちゃうと戻れないのか。じゃあ先にちょっと左の様子を見ていきましょうか。あ、やばい。あれ、あ、よかった、キノコまだった。積んだかと思ったけどよかった。本当に優しい人だあなたは。で、何かがあるのか。はい、あ、キノコが出てくるだけか。優しさがあるときっといいねをもらいやすくなると思うので、私もそういうコース作りを心がけていきたいなと思います。今度は普通のキノコから緑のキノコに変わりましたが、あ、ほいほい、なるほどね。さっきは普通のジャンプでよかったのが、今度はスピンジャンプじゃないといけないようになってちょっと難易度が上がってます。で、こうやって勢いつけていかないとハテナブロックにもなかなか届かないようなギリギリの高さになっている感じがしますね。次もファイヤー吐いたら行こう。ここです。はい、オッケー、気をつけて。次々ゆっくり待って、落ち着いていこう。目指すは一発クリア。オッケー、いい感じ。ここもまたキノコをどこかで回収してあのブロックを壊そうねってことでしょうね。さっきアホなことやってたらダメージ食らっちゃったんで、今度はアホなことしないように気をつけていくよ。 OK、 これもまた上からキノコかな。ありがとうございます、回収させていただいて。
ダメージを食らわない、食らわない、いやここは食らった方が面白いか、いや食らいたくない、めんどくさい、よし進んでいこう、そろそろ2つ目の中間があるような気がする、あったー、お邪魔します。であのファイヤーをどうにかして倒すと、よしこれは耐久系かな、耐久系ですね、任せて安心と言いたいところなんだけども、これむずいぞ、ほい、あのパックンの炎とか避けまくるのはね、あのゆっくり実況のナオさんのコースで散々やったんですけども、あ、鍵取った、これは逃げるが勝ち、あ、でもキノコも取りたかったな、大丈夫かな、ゴールであることを祈ろう、きっとゴールだと信じ、あぶねー、上になんかいた、これは上に行くべきか行かないべきか、行くしかないよね、スタート地点に同じようなのあったし、またいちゃった、ありがとうございます、そしてー、ああの扉は入ったらなんかあったのかな、まあいいか、よくゴールのところに置いてあるやつだと信じよう、ほほー、いやパックンメインのコースなんですけれども、補充のキノコもちゃんとあるし、遊んでいてとても面白いコースでしたね、ブラントパレスありがとうございます、それでは次のコースを遊んでいくれ、はい、お次も、いいねランキングですね、今日はいいねランキング難しいから全部遊んでいきましょうかね、地上で20秒スピードラン、ナオさんという方のコース、あ、ナオさんでもゆっくり実況のナオさんではないですね、こちらのコース遊んでいきましょう、地上で20秒、お城とかそういうところには行かないっていうことなんでしょうか、ん、ここは一マスでこうやっていけばいいんだけど、割と難易度高そうな匂いが漂ってますよ、こう、ほい、2のと、あ、これは被るのか、了解了解、初見じゃちょっと難しいわ、この一マスのところ越えていくの結構難しいですよ、あ、普通に走ってれば被れるタイミングになってたのね、了解了解、ビビっちゃったわ、さすがビビリプレイのクルクルクル、おなじみのね、うん、これは土管にも入れたかな、確認しなかったけど、ウォールかい、土管に行っちゃったら裏エリアに行っちゃうから土管はないかな、はい、20秒スピードランクリアすることができました、ビビってメットのところで止まっちゃったりすると私みたいにダメージを食らってしまうのでお気をつけください、それでは次のコース遊んでいくれ、はい、今日の最後はこちらのコース遊んで終わりにしましょう、30秒チャレンジナンバー4、クリア率 5.7%、 ブストタイム25秒、まあ、いわゆる時間ギリギリのコースで急いで何かを取ってきてゴールしろっていうコースなんでしょう、左側に今何かあったの見えました皆さん、扉よいしょ、入るよ、入っちゃダメなのもしかして、あ、ここはやり直し用の扉なのかな、あれ違う、ほい、こうですか、こうですか、何こっち裏ルート、はいはい、間に合うわけはないよね、あれでもちゃんと続いてる道はあるんだ、でも下から行くのが正解なのかな、上から行くのが正解なのかな、こっちの方が明らかに簡単っぽいんで、こっちはイージールートというか裏ルートというかそんな感じなのかな、まあ、せっかくなんで普通に進んでいきたいと思います、こっちからね、ほいほい、こっちの方がクリアした時の喜びは大きそうだ、こっちで頑張ってみようかな、まず最初に1アップをいきなり3つもらえるんだ、ちゃんと、ということは最後のところには1アップはないと、まあコース的に起きにくいのかもしれないけど、了解了解、あ、思春期ワンワンこの野郎は今のところでどのぐらいいってたんでしょうね、残りタイムちょっと見れなかったんだけど、あ、やばいやばい、落ちちゃった、つるつる落ちる床なんで一瞬の油断が命取り、まあ普段から私は油断なんか全くしないんですけどね、うん、まあたまにはね気を抜いちゃうこともあるかもしれないけど、油断大敵ですよ、思春期ワンワンてめえこの野郎、よしこれだ、ほいほい、なんかさっきは一段飛ばしてどっか飛べたんですけど、今回あ残り10秒まで来て落ちていくスタイルで、だんだん床の感覚が広くなってきました、最後の方は結構ギリギリな感覚になってんのかな、クリアできるのかな、でもクリア率的には多分これね上ルート、さっきの簡単っぽいルートでクリアしてる人が結構多いんじゃないかなと思う、
今の思春期ママのところは走っちゃって OK ですね、上を。おい滑るよ、怖いよ。この辺で、あ、感覚が広くなってる。ここに来て急に感覚一マス広くなるのはちょっと致命的だぞ。ずるいよ、それは。ちくしょう、ベイさん、やめてくれ。なんでベイさんなんだろう、思春期ママだからか。よーし、このままどんどん進んでいくって言っても進めてないんだけどね。オッケーオッケー、まあ、口癖みたいなもんですよ、もうすでにね。よいしょ、多分実況者さんみんなそれぞれ口癖があると思うんだけども、僕の口癖って何でしょうね。やっていくる、うん、やっていくるはもう覚えたんだ。あー、お、落ちちゃった、届かない。僕の口癖、そうですね、やっていくると、まあちょっとパクリなんですけどね、三段ジャンプとか三ガリアとか、あの辺はやっぱり気持ちいいんですよね。自分なりのそういうのができたらいいんですけどね。くるくるくるとか言いにくいじゃないですか、三段ジャンプの時に。言えるかな。うん、今度もしそういう機会があったらやってみようかな。でも忘れてそうだな、結構その場のノリでこういうの喋ってますんで。よいしょ、一晩経つと忘れてたりすることがまあまあある。よいしょ、ほい。おー、怖いよ、本気で怖いよ。パフパフうるさいよ、逆にならない方がいいんだけど。ほいほい、今のところここまで来て落ちていくスタイルでございます。さすがくるくるくる。あ、そうだよね、うん、今の最後のところでやられるのもくるくるくるのよくあるあるある、間違いない。ほい、そんなあるある誰も見たくないかもしれないけど、でも定番ですよね、あそこで私がやられて黙り込んじゃうの。だってさ、あそこでやられたら黙り込んじゃいませんか、みんな。届けー、この暑苦しい俺の思い、届いてくれ。またなんで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 あんなところで滑る。普通にさ、スピンジャンプでくるんってジャンプしていっちゃえば終わりじゃん、なんであんなのでミスるの。やめてくれ、くるくるくる。あー、そんなあるあるはいらないからさ。あー、トゥン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 。いや別にね、特別難しいコースっていうわけじゃないんですよ。このパフパフっていうのがね、ちょっとダックマンさんのあの効果音系コース並みにうるさいっすけど、それ以外は別に難しいところはない。よいしょ、パフ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 、オッケー。残りは、あ、やばい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 、嘘嘘嘘、マジかよ、それは新しいパターンですね、見たことなかったわ。まさかそんなことがあるとは夢にも思わん。これ新しくないですか、今のやられ方。いいね、これから新しいくるくるくるの定番にしないよ、絶対しないからね。いいですか、本当にしないよ、ね、触れじゃないよ。あんなことやってたらね、私の寿命が減ってしまいます。 OK、 これでゴール。あー、滑る氷の床にやられまくったわ。なんとか無事にクリアすることができてよかった。30秒チャレンジ4、クリアすることができました、ありがとうございます。ちょっと上ルートがどうなってるのかだけもう一回見に行ってみようかな。左からお邪魔します。多分ね、最後ゴールもね2パターン見えてたんで、こっちから行くと上から降りてくるルートの方でゴールできるんでしょうけども、間違いないかな。残り20秒、まあきっとこっちの方が時間制限的な余裕はあるんで、あ、でも結局はやられていくんだね。うん、よし、残り20秒で入ってこられました。ちょっと早いんだけども、ここね意外とね連続ジャンプミスります。はい、集中力が切れてきます。お、入れたかな。残り8、7、6、5、4、3、2、1、ギリギリか。
ということはやっぱり通常ルートで行った方がタイム的には早いと、そういう2つのルートがあったんでしょうね。よかった、なんとか皆さんでお見せすることができました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。チャンネル登録皆さんぜひよろしくお願いします。それと皆さんのコース募集もしてますよ、よろしくお願いします。あとね、私の動画100本記念ということで先週募集させていただいた、まあ、イラストとか質問そろそろ締め切りにしますので、まだの方どんどん送ってくださいね。それでは明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。